本日は大西セールスにパスワードバリアントを紹介していただきます。まず自己紹介をお願いいたします。フォルクスワーゲン札幌東、大西正史と申します。はい、営業歴は何年目ですか？今年で6年目ぐらいですかね。はい、フォルクスワーゲンで好きな車種は何でしょうか？今回ご紹介させていただいてますパサートになりますね。それはなぜでしょう？まあ、フォルクスワーゲン札幌東と、函館と、グループ会社になるんですけど、まあ、そこの移動の時にちょっとパサート使わせていただきまして、とても乗ってて楽だと、まあ、移動でやっぱりパサート使うのは楽だなと思います。はい、なるほど、ありがとうございます。それでは最後に MID チャンネルをご覧いただいている皆様に一言お願いします。まあ、パサート新しくデビューいたしました。当社ではパサートのオールトラックもう試乗車で用意しています。なかなか見る機会のない車かもしれませんので、ぜひ、フォルクスワーゲン札幌東にご来店いただければと思います。はい、ありがとうございます。それではパサートの紹介お願いいたします。今回ご紹介するお車はこちら、パサートバリアント TDI エレガンスになります。車両本体価格484万9000円となっております。お色はディープブラックパールエフェクトになっております。では細かいところを見ていきましょう。はい、今回の、パサートバリアントですが、フェイスが少し変わっております。前回のモデルからこのグリルのラインですね、少し間隔を広く取らせてもらっております。今回 IQ ライト、新しく搭載しております。デイライトのデザインも、下のところから上のラインに変更になっております。フォグランプなんですけれども、今回 LED を搭載しております。少しこの部分の形状が新しく変わりましたので、少しスタイリッシュな形になっております。今回パサートでは IQ ライトを搭載しており、32個の LED を搭載したLED マトリックスを採用しております。パサートに新しい機能としてこのような表示がされるようになりました。パサートは、ボタン2つ用意してあります。そのまま閉める方と、オートの A の方、鍵持ってる人が、離れると、ゲートが閉まる構造になっております。今回のパサートですが、シートが電動シートになりました。運転席助手席側とも、エレガンスラインで、電動シートを採用しております。今回から、アクティブインフォディスプレイは前回までの、ものでしたが、今回からはデジタルクラスタープロに、ナビゲーションが変更になっております。今回からパサードに、上の上段ですねのところにハザードが、つくようになりました。もともとあった時計は外れております。で、時計外れたことによって、時計どこっていうと正面の部分の上の部分に、時計が表示するようになりましたので、アナログの時計の方は外れております。で、今回からウィーコネクト、利用できるようなナビゲーションに変更になっておりますので、登録をしていただいて、
使用していただければと思います。今回からエアコンなんですが、スライダー式の、タッチパネルを搭載しております。で、長押しをしてもらうと一気にハイに行ったり一気にローに行ったりします。あとはスライドですね。今回のパサートいかがでしたでしょうか。パサートのオールトラックも当社の試乗車としてご用意させていただいておりますので、ぜひご来店いただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。